読書とはというところをそこから得てしまう物語体験ができたっていう。いや、そう、でやっぱり本好きになるって出会いなんだよね。さて始まりました、読書が好きになっちゃう放課後。好きになっちゃう放課後は毎回特定のテーマについてメンバーがその魅力を語り合って、視聴者の皆さんと一緒にそのテーマをもっと好きになっちゃおうという企画です。今回は、こんな方々に来ていただいております。よろしくお願いします。読書のイメージがないと思うんですけど、うちはもう壁一面本棚みたいな、まあ、だから読書家というよりはその収集の方が好きなのかな。まあ、幅はね、かなりいろんなものは読んでるかなと思うので、今日はいろんなものをご紹介しつつ面白さの一端に触れられればと思います。よろしくお願いします。はい、田村です。久々にやってまいりましたが、まあ、大学で研究員をやったりだとか、そういう中で仕事としても本を読むし、まあ、趣味の中でもその小説とか、まあ、小説に限らずちょっといろんな本を読んだりとかという形で、読書は好きなので、ちょっとこういう感じで読んでいただきました。よろしくお願いします。お願いします。気合十分ということで、はい、ありがとうございます。今日は皆さんに存分に読書の魅力について話し合ってもらいたいと思います。しゃい。それでは最初のコーナーに行きましょう。2人の読書との出会いや最初に面白いと思ったきっかけは何でしょうか。教えてください。小説というよりはプロジェクト X の本みたいな、当時プロジェクト X の子供向けのルポみたいなのがあったりとかして、それ読んだりしてたし、結局中学入ったらエッセイとかにハマっちゃって、音楽がすごい好きだったから、筋肉少女隊の大月健二さんのエッセイをもうまあ片っ端から読み漁って、知識エッセイなの大体、そのカンフーとか UFO とか超常現象とか、あと音楽史とかについての話が多くて、文化もののエッセイな、文化だったり雑学との付き合い方みたいな、すごいかっこいいなと思って、それが自分の読書体験の最初かな。それで大体の傾向が作られたから、まあ、ここに持ってくる方もそうだけどほぼなんかエッセイとその、ね、なんていうかルポ的なものと、はいはいはい、みたいな感じで小説がほとんどない。あとは、まあ、ビジネス書とか学術書はあるけど、王権が、大月健二さんね、王権が言ってた話ですごく印象的なのがあって、 UFO の話を書いてるんだけど、UFO はあるなしを議論するのが面白いんじゃないと、あったとして、あったと信じている人たちはどうやって信じるようになったのか、またあったとしたらどのような存在であるのかみたいなのを仮定を置いて話すのが楽しいって話をしてて、それっていろいろな学問とか雑学に通じるなと、そもそもなんかこうあるなしとか面白い面白くないじゃなくて、面白がることが大事なんだなっていうのが、結構僕にとっての知識を入れる原体験になった話でした。そんな感じでこのラインナップになったって感じです。やっぱエッセイっていうのが洒落てんなーって思ったね。エッセイって言い方だけど、もうなんかほんと雑文みたいなのいっぱいあるよね。生身の人に触れるのがやっぱり結構好きなんだね。ああ、そうですね、まさにその生身感みたいなものが結局自分のベースにあるのかなーっていう感じするかも。まあ、だからやっぱり好きなものを核にして、なんか読書の核が作られていったんだなっていうのは。そう、まさにそうですね、まあこっちもすごいよ。いやそれで言うと、やっぱり物語に惹かれて、あ、本って面白いなって思ったんですよ。で、今日ね、持ってきたの。で、僕が、本を読むのが楽しいってなったきっかけはやっぱ一冊の小説で、で、それはやっぱ小学校の4年生ぐらいだったかな、の時に、まあ、学校で読書感想文書いてくださいねって出されるじゃないですか。家にある父親の本棚を漁って、なんか読みやすそうな本ないかなって言った時に見つけたのがこれだったんですよ。それ読みやすそうか。いや、これは大人になってから欲しくて買った豪華版なんですよ。おー、だから実際はこれミヒャエル・エンデの果てしない物語っていう小説なんですけど、これ実際はそのもうちっちゃい本当に読みやすい文庫版が2冊上下巻かなあって、それを父親の本棚で見つけて、それをこっそりくすねて読んで、えっ何これ物語ってこんなに没入して楽しく読めるんだっていう経験をした。ストーリー的には結構その子供向け、ストーリーはそうね、結構王道ファンタジーっていうか、本が大好きな少年がいて、でその少年が、まあ、ちょっと学校とかではいわゆる楽しい学校生活みたいな、あんまり遅れてなかったような少年が本が大好きで、ある日、まあ、逃げ込んだっていうか迷い込んだ本屋の中で一冊の本に出会うと、でその一冊の本を読んでいるうちに、その本の中で展開されているファンタジーと自分のこうリアルでのこう生活みたいなのがだんだんと入り混じっていく。でだんだんと自分がその本の中の主人公になったような形になって、そこからはファンタジー世界で
この子が主人公になって物語が展開していって、で全てが終わったらまた戻ってくる、まあ、みたいな感じで結構王道のファンタジーもの、まあ、とにかくこれはその当時の僕にとってはめちゃくちゃすごい没入して、それこそまあ神職を忘れるっていうけど、うん、もうこんなに面白い物語があるんだ、早く次読みたいって感じで読んで、今思うとやっぱりその本を読むってこの物語と同じなんですよ。その、うん、ある日ふと開いたものの中に自分が主人公かのように入り込んで、で出てくる。やっぱこの主人公の子も本に入って出てくる前と後ではやっぱ見えてる世界が変わってるんですよね。やっぱなんか成長して戻ってきたおかげで、それまでとは違う自分になれたみたいな気持ちになれるんですけど、それと同じ体験を僕もするっていうか、なんか今思うとやっぱりその本を読むっていうことをファンタジーにした本なんだなみたいなことを思って、でやっぱりその経験があったから本を読むとまず面白いし、読み終わった後ってなんか見えてる世界の景色が全然変わるなっていう感じを得られたから、じゃあもっと他にも本を読んでみたいっていう風になって、でそこからは小説を中心にたくさん買ってもらって読んだりとかするようになって、最高の一冊目の出会いだよね。そう考えると、もう読書とはというところをそこから得てしまう物語体験ができたっていう、いや、そう、でやっぱり本好きになるって出会いなんだよね。なんか勉強のために読むものっていうイメージが強いままだとなかなか苦手でたくさん読もうっていう気分になれないかもしれないけど、やっぱ一冊なんかこれ大好きだなとか、これがあってよかったな、これ読んでよかったなって思う本に出会えるかどうか、まあ出会えたらいいなっていう感じなんだけど、出会えるともうその後の本に対するハードルが下がるし、やっぱ本が好きになる、うん、ということで読書が好きになっちゃう放課後、この辺りで素晴らしい結論が出ました。まだ始まったばかりねということで読書の出会いについて聞いてみましたけどそれにそれたすごいね、語るね、語りたくなりますねいやもう無限に語れる。さあでは続いてなんですけども、うん、まあ、お二人も忙しい生活を送っているとは思うんですが、はい、いつどのように本を読んでいるんでしょうか、まあ、この読書との付き合い方っていうんですかね。俺はね、カバンの中にもとりあえず3冊4冊いつもぶち込んであるのよ。次読むぞっていうやつを、うん、なんとなくいいしょ、うん、1冊で終わることはなくて、ないない、え、1冊でいいじゃん。だって例えば小説と、うん、こう論説っぽい本を2冊入れておくと、うん、その時の気分でどっちを読むかを選べる。そうそう、やっぱ気分が乗らない時ってあるから。俺も雑誌が必ず1冊ぐらい入ってて、うん、であとはまあなんかこう文庫が入ってたりとか、うん、まあ、でもジャンルだよね、ちょっと評論家の話したりとかって感じかな。あとまあ電子で持ってるやつ、電子で読み途中のやつも常に大体ストックで、それを俺は新幹線で読むことがすごく多くて、移動が長いのよ、うん、あのとにかく地方の仕事がいっぱいあるから移動の時間をなんかうまく使いたいなと思って、でしかも移動時間は大体俺休日が多いからそこで一気に読んじゃう。なるほど。でも雑誌とかパラパラが多いし、うん、まあ、こういう本とか電子は結構バーって読むけど、そこで読んでるって感じですね。でメモとかはパソコン常に開いといて、メモ帳にちょっと思ったことをバーって書いておくとか。え、その読書の感想とかってこと？うん、で新しく知った知識とかってこと？そうだね。だからクイズのメモになんか単語書くこともあるけど、うん、それ以上になんかコメンテーターで使うなとか、あ、これなんかの時に取っときたいなみたいなのがポンと書いてあったりとかして、後で検索しやすいようにしてある。なるほど。その面白い表現とか。そう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 、うん、これなんか前読んだぞってなった時に検索して出てきたらいいなと思ってた、はいはい、なるほど。僕もやっぱり伊沢と一緒で常に 2,3 冊は入れるんですよ、うん、で僕が考えるのがよく硬い文章と柔らかい文章の両方が常にカバンの中に存在する状態を作っていくと心が休まる。どんな状況でも読めるぞ。だから暇な時間ができた時ってちょっと不安になるじゃないですか。で、まあ、僕もスマホをいじったりして何か動画見たりとかっていうこともするんですけど、あ、なんか今本読めるのに本を持ってないって状況になるとすごいなんかね不安になる。そうそう、だからまあ僕らで言うところのそのスマホ電池切れたとか、あ、そうそうそう、ネットがない、Wi-Fi ないみたいな気持ちにもう本でなっちゃってるんですよ、うん、ただ暇な時に本がありました、じゃあ読みます。人間そんなにこう単純にはできていなくて、うん、いや今この本の気分じゃねえんだよなみたいな。あ、読書好きでもそういうことはあるんですね。全然ある、ね、全然ある、うん、本を読むのなんてね苦行ですからまあまあ常に読みたいじゃないよ全然。一番やっぱ読書をはかどるのは新幹線じゃないけど移動中なんですよ、うんうんうん、電車に乗ってる時間ってすごいなんかね読書がはかどる。へえ。机に向かって本を読んでると読むために読んでるんだよ、
うん、あそれはすごい。それがなんかね逆に稼いだって自分頑張ってる自分みたいになっちゃうんだけど、うん、あじゃあ2人ともそのなんか要は読書の時間っていうのを取るというよりは暇つぶしみたいな使い方、そう、うん、暇の潰し方として極上。逆に言うと本を読むためにはいかに暇つぶしとして読む時間を作るかみたいな。それ作ろうとしてんだよ。ポイントはだから、うん、電車に乗ってる時は移動が目的じゃん、うん、だから乗ってるだけで目的が達成されるんですよ、うん、だから今この時間に何かをすると全てプラスアルファ素敵じゃん。移動もできてかつなんかこう知見も得られるみたいな、うんうんうん、物語も楽しめるみたいなプラスアルファ空間に身を置くとめっちゃ集中できる。まあやっぱり本って別に読まなきゃいけないものっていうわけではないですし、読まなきゃいけないものとしてこう頑張ろうみたいな気持ちだと本に苦手意識とか持っちゃうのかなと思って、うん、まあ、ただやっぱ伝えたいのはその本に慣れ親しんだその先に広がっていく世界ってめちゃくちゃ広いんだよ。それは例えば映画を見ること、映画っていうものを知ることによって広がった世界と同じ、もしくはそれ以上の広い世界が広がってるので、まあ、そういう世界に一歩踏み出すきっかけになる素敵な本との出会いがあったらいいかなと思ってますので、まあ、そのチャンスをつかむためにも自分が好きなものとか自分が普段面白いと思ってるものとかっていうのをアンテナにしてなんか本といい出会いをしてくれたらいいなと思ってます。読書好きに聞きたい〇〇な時におすすめの一冊よ、こんな時におすすめな一冊を教えてくださいっていうのがたくさん来てますんで、うん、それを2人に答えてもらうということで、振られた時におすすめの一冊みたいなことですね。で事前に俺たちもらってるんで選んできたんですけど、はい、やっぱねこれ全部ちゃんといいの選ぶのは相当な読書量が必要で、うん、俺はそれは足りてないと思うんだけど、うん、でも頑張って出したよって前提だけはこれも大事にしてほしい。でここだけは残してほしい。田村のどのトーク削ってもいいからこの俺の言い訳だけは残してほしい。いやまあでもやっぱ偏りを楽しもう。そうね、そう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 。はい、ではまず最初です。長旅に連れていくのにおすすめの一冊は。旅に一冊じゃないんだな。じゃあまずは伊藤さん。はい、サンキュー達夫さんの変な論文です、こちら、うん、あの変な論文を紹介しているのでこの本自体薄いんだけど論文本編を読みたくなるはずなので、うん、これで時間が潰せるはず。なるほど。はい、田村さんは。東博樹さんの、まあ、弱いつながりという、うん、こちらですね、弱いつながり、まあ、あとはもう一冊東さんの本で言論ゼロ観光客の哲学っていうのがあるんですけど、まあ、要するに旅先で感じたこととか自分の生活のこととかつなげていくと旅に来る前よりももっといろんなことが考えられるようになる、そんないろんなつながりを探求していきましょうみたいな内容なんで、もう旅先で読むと旅も楽しくなるみたいな。では続いてです、はい、自分を見つめ直したい時におすすめの一冊は。一冊挙げてないんですが、サンテグジュペリ、あ星の王子様のサンテグジュペリの本で、まあ、夜間飛行と戦う操縦士人間の土地って3冊書いてるんですけど、要はあの彼は1900年代前半に郵便飛行っていうパイロットだったんですね、うん、で今って郵便って普通に届けるんだけど当時は飛行機で頑張って届けてた時代があって、でやがて消えていく職業、ほんの 2,30 年しか存在しなかった職業に飛行機乗るのめっちゃ危険な時代だったんで命を懸けて新たな職業に向き合っていたサンテグジュペリの生き様みたいなのがやっぱこれらの本に出ている、まあ、戦争体験とかも踏まえているんですけど、そういうところを読むとやっぱ自分の人生とどう向き合うかみたいなところが活性化されます。なるほど。伊沢さんは。はい、私はこちらリンゴかもしれない吉武慎介さん、お絵本です。おシンプルにリンゴをいろんな角度から見つめ直してマジでみたいなですね解剖をした本ですね、うん、なんか自分見つめ直したい時って長い本読んでられないと思うんで、うん、この本を使っていろんな視点を得てくださいって感じです。どうしようもなくお腹が空いた時におすすめの一冊は。じゃあいきます、これは大岡翔平さんののびです。おお暗くて怖くてシリアスな話なんで怖いのが苦手な方にはおすすめしないんですが、うん、戦争に従軍した兵士の話で全く食べるものがない、うん、そんな極限状況で人はどうなってしまうのかという状況を描いた本で、今の自分の腹の減りなんて思ってことないなっていう風に考えて見つめ直すことができる一冊だと思います。なるほど、そういうソリューションなの。俺いい？はい、はい、コリン・ターンブルのブリンジヌガっていうね、サブタイトル「クーモンのクレ」と、ね、書いてあるんですけど、うん、極貧の中で究極の個人主義に陥ってしまったアフリカの部族がどうなっていくのかというのを観察した本でして、うん、人間というもののちっぽけさと恐ろしさを感じることができます。
アプローチが一緒なんだよ、うん、そう、のびとね、本当に同じアプローチ、多分グルメ本とか誰も出さない、だってお腹が減ってる時にグルメ本読んだらよりお腹減るんですよっていうことでございます。ぜひこれも面白い。では次です。世界が滅亡する日におすすめの一冊は、これはこれしかないでしょう。えこれですね。ドゥーガル・ディクソン、漫画アフターマンです。おあの昔ね、クイズノックの記事でも紹介してたんですけど、うん、人類が滅びた後にどんな生き物がこの世にはびこるのかというのをですね、非常にあのリアルな絵で描いた本でして、うん、こいつらが頑張ってくれるからもういっかって思うっていう一冊です。面白いのでぜひ。はい、やっぱりアプローチ一緒なんですけど、滅びゆく人類とどう向き合うかという意味で、あのミシェル・ウェルベックというフランスの小説家の素粒子という小説、おお、これ僕がマジで小説の中で1、2を争うくらい、好きな小説で、人間のこう背負ってしまった悲哀、悲しさみたいなものを背負ってかつ滅亡していく人類とどう向き合っていくのかみたいな、そんな風に、目の前で滅亡していく世界を俯瞰的に捉えられるような話の小説になっているので、皆さんこれを読みながら一緒に滅亡していきましょう。だいたい滅亡に対して肯定的なの。まあ滅亡は止めない。まあ無理だもん。春におすすめの一冊は、はい、はいはい、いきます。はい、竹本哲海先生の君に友達はいらない。おまあ、人間関係をリセットしてガチャを引くいい機会だと思うんですよね、うん、竹本先生はロマンとソロバンを使ってこう野望をね叶えていくみたいなことを話してるんですけど、でその時に集めるべき仲間みたいな話をしているので、あなたのそばに、いるべき人間というのがこの本を通じてわかると思います。はい、僕は鷲田清和さんの岐路の前にいる君たちにという本です。哲学者でもある鷲田清和さんが芸術系の大学で、あの入学式とか卒業式で読んだ式辞を集めた本になってます。なのでその春っていう時期に新しい環境に入っていったり、今いる環境から出ていったりするっていう時に、こうどういうふうにこう心を整えて新しい人生に向かっていくのか、自分の人生これから何にチャレンジしていくのかみたいなことを考える学生たちに向けて送った、まあ、哲学者からのエールという意味で、うん、まあ、春に読むにはうってつけの、いい本かなと。京大の先生と阪大の先生関西圏になりました。はい、次は最後です。仕事に行き詰まった時におすすめの一冊は、はい、これ結構直球のアプローチでいきました。でやる気が出ない時は寝たらいいんですよ。で仕事のやり方が分かんない時は調べたらいいんですよ。でもモチベーションが上がらないみたいな時には、まあ、僕は How Google Works、 Google を立ち上げた人たちとか Google を大きくしていた人たちが自分たちはどうクリエイティブな環境を作ってクリエイティブな人たちのモチベーションを維持していったか、どういうふうに僕たちは Google っていう会社を育てていったかみたいなことが書いてあって、こういうふうにクリエイティブな人材を生かしてこういうふうに頑張ってるんだなみたいなことを知ると、うん、まあ、僕ももうちょっと頑張ろうかなみたいな気分になれます。私はこちら、失敗の本質というね、これはもうかねてからの名著と言われている本ですけれども、こう起業家の方が非常にこう愛読書として挙げることが多いんですが、あの日本軍が太平洋戦争においてどのようにして敗れていったのかをすごく分析したという本になってて、もう戦死パートがシンプルに面白いのと、あと読んでるうちに、あ、自分の失敗ってこういうパターンだったなみたいなのが結構客観的に見えるような本だと思います。シンプルに本として面白いのでおすすめです。なるほど。似たような本で山本七平空気の研究もおすすめです。なるほど、タフね。仕事物でいくと、ぷよぷよを作った米光さんの仕事を100倍楽しくするプロジェクト攻略本、これ社会人1年目の人にすごくおすすめで、一冊だよ。日本軍はなぜ敗北したのかっていうところにさらに足すと、あの猪瀬直樹さんの昭和16年夏の敗戦という本はマジ名著なんですおすすめの一冊だよ。そう思ってくれよかった、ほんと。次はプレゼンコーナー。はい、このコーナーでは、読者好きのお二人にとっておきの一冊をお互いにプレゼンしてもらおうと思います。これはね、苦しい苦しい、選ぶの大変だった一冊。まああのこっちが勝ちとかそういう感じじゃないんで、俺まだ一冊になってないんだよ。マジで俺一冊に絞り込むのにどれだけ力を使ったことか決めてください。じゃあ僕先行でいいですか。はい、人生ベストとかじゃなくて最近読んだやつの中でやっぱこれは人にお勧めしたいなと、うん、多くの人に読んでいただけるなというものをお持ちしました。僕が持ってきたのはですね、小津夜景さんのいつかタコ舟になる日というエッセイでございます。これはですね、最近非常に話題になってるのかなという本で、僕は結構漢詩の手帳というですね、このサブタイトルに聞かれて、どういう本かというとですね、小津夜景さんというあの俳句を読まれる俳人の方で、はい、フランスに住まれているんですけど、その方がエッセイを綴っている本で、まあ、短編のエッセイがたくさん入っているというものなんですけど、エッセイの中に必ず漢詩が1個添えられてるんですね、うん、でその漢詩は全部引用でして過去の人たちが読んだものなんですけど、これがね
すごいの、もう引用力が高すぎて、エッセイの各エピソードもすごくよくできてるにもかかわらず、そのエッセイにバチーンとマッチした漢詩が1個添えられてて、しかも役も小津さんがやってるんだけど、うん、役がうまい。エッセイに合ったかといって文章的には間違ってない役をしてて、うん、一歩一歩の読後感がすごいんですよ。エッセイもなんかこう鮮烈というよりは、美味しそうな食べ物が美味しそうに描かれてたりとか、こう日々の美しさを切り取ったりとか、切なさだったりとか、ほの甘さだったりとか、結構その追ってはいくんだけど掴みきれぬ感情みたいなものを、そのすごくそのまま保存して真空パックしたようなものが多いんですけど、そこにあった漢詩が入ることによってこうよりグッとくるというか、ちょっと一遍ねエピソードを紹介したいなと思います、はい、ネタバレにあんまならないやつを選びますね、うん、虹を訪ねるパントというですね一編がありまして、この中ではですね筆者の高校時代の話が出てくるんですけど、高校時代に北方領土から来た優里先生という教育実習生の方がいまして、まあ、英語を教えてたんですけど、まあ、その優里先生はふるさとを離れてですね日本で英語教師になるという夢を持っていると。でちょっと筆者の方、大津先生ですねは優里先生に聞かれてちょっとお話をするんだけれども、まあその国境を離れて旅先で出会って、で教育実習の3週間だけ一緒にいて、その後は二度と会ってないという中で、優里先生は夢を叶えたんだろうかと、まあ、この世には非常に消えゆくものばかりで、出会ったものは全て消えゆくものなんだけれども、それでも夢の美しさは消えないねみたいな話をですね書いていまして、そこに引用されているのが女子馬という方が書いたですね、再びさよならケンブリッジという漢詩なんですね。漢詩って漢詩、中古代中国の漢詩、そうそう、まあ、古代中国だけじゃないけどね、漢字で書かれた詩、そうですね、ケンブリッジ、はい、女子馬は20世紀の方で、うんうん、ケンブリッジに留学に行ってたんですね。留学の後に旅客機事故で亡くなっちゃうんですけど、その女子馬が書いた夢と、さようなら別れに関する、再びさようならケンブリッジという詩がありまして、ちょっと長いので後半だけちょっと朗読させてください、はい、夢を尋ねようか長い竿を刺して、青い草むらよりもっと青いところへ、緩やかに遡りパンといっぱい星を敷き詰め、星明かりの中僕は歌う、ただし僕は声を立てない、静けさこそ別れの調べなのだから、夏の虫も僕のために口をつぐむ、今宵のケンブリッジは沈黙の舞台だ、密かに僕は立ち去ろう、来た時のように密かに、僕はひらりと袖を振って一切れの雲さえ持ち帰らない、てなですね、グッとくる名文が添えられていて、で最後に小津さんの感想というか、別れとそして夢というものはなぜこうも消えないのだろう、輝きを放ち続けるのだということが触れられていて、夢に魅せられていくことの美しさと別れの切なさとみたいなのがですねギュッと一辺に詰まってるわけですね、うん、もう本当にどんなエピソードもバリエーションもあるんですけど、ちょっと夜読むとグッときちゃってぐらいのものがすごく多いので、皆様も少しずつ読むのをおすすめしている本でございます。なるほど、なるほど、はい、いやなんか自分が来る前と去っていくときに、うん、まあそれ自体としては変わらない街と、うん、でもその前後で変わって何か影響を受け取った自分の対比みたいなところが綺麗だなと思います、うんうん、すごく美しい。いややばいなこれはちょっと準備はしてきたよ俺は。僕はちょっとこう、まあ、今一冊に決めました。お一冊に絞るにあたって何を基準にしたかっていうと、うん、みんなが僕におすすめの本を聞いてくるときに何を求められることが一番多いかと考えたら、僕哲学を大学院で一応研究していたので、なんか哲学の本をおすすめしてくださいって言われることがやっぱ一番多いんですよ。確かに。なのでなんだかんだ哲学の本にしました、うん、こちらですね、ベルクソンというフランスの哲学者の、笑い、うん、という短いタイトルの本でございます。ちょっと手に取らないね、うん、まず何がいいか、これ岩波文庫ワイド版というもので、もう確かに岩波文庫って普通の、まあ、文庫本のサイズ、まあ、こんぐらいのサイズなんですけど、これはワイド版というやつで、とても有名な作品はワイド版というものが別に作られていて、同じ比率で拡大しているので文字も大きくて読みやすくなる。なるほど。まずこの岩波文庫ワイド版というものを存在皆さんに知っている。確かにね、マニアックだな、いきなり、うん、内容じゃないんだ。そう、岩波文庫ワイド版が本棚にあることのこうなんか優越感みたいなものをまずはこれ買うだけで皆さん得られるので持っていってほしい。でこの笑いっていう本何かっていうと、哲学者が笑いについて分析した本なんですよ、うん、もうド直球ですよね。
で、しかもね、内容が僕の感触だとそんなに難しくなくて、まあ、ちょっと古い翻訳なので読みづらい、その日本語のこう表現が古くて読みにくい部分とか漢字がとかそういう面はちょっとあるんですけど、ただ哲学に親しんでいない人でもこう親しみやすい題材、笑いっていう題材と、うん、それに対するベルクソンの手つきっていうのはすごく柔らかくて、哲学っていうものを聞いて想像するめちゃくちゃ難解で難しい議論というよりは、皆さんこういう時に笑いますよね、だからまずはこういうものが私たちに笑いを引き起こすものとして考えてみたら、そこにどんな特徴が共通してますかっていう形で、すごい優しく哲学者がどんな風に世界を分類してそこに共通点を見出して、で新しい概念を作ってそこから秘訣を導き出していくのかっていうのが、まあ、とってもコンパクトかつ分かりやすくまとまっている本かなと思います。例えば、まあ、人を傷つけてしまうような笑いだったりとか、普通にこうみんなで一緒にこう急に笑い出して、あ、よかったねってなっちゃうよ、なるような場面とかたくさんあると思うんですけど、じゃあそういう笑いの場面で私たちって何を見てるんだろう、何を経験してるんだろうっていうところにちゃんと僕らの注意を向けてくれた後で、そこに共通するものを取り出してくれる。これを読んだら、まあ、例えばお笑いを見てても、あ、なるほど、ここでこういうことやってるから面白く笑えるんだなっていうことがちょっと分かったりする。なるほど、なるほどね。もちろんちょっと古い本なので、その今の僕たちが親しんでいるお笑いとかを完全に説明するような本ではないんですけど、でも日常でも皆さんっていろんなものを見て、まあ、例えば人が転んじゃって笑ったりとか、うんうん、なんかぎこちないところにえちょクスクスってなっちゃったりとかするじゃないですか。そういう時に何が起きてるのかっていうのをすごい丁寧に分析してくれる。哲学者っていうとめちゃくちゃ大きな理論体系を理解しなきゃいけないのかなっていうことでもなくて、うん、笑いっていうすごい身近なテーマから入って、あ、この人こういうふうに笑いを分析してるんだっていう感じですごい参考にできる、うん、そういう意味で哲学の入門書とかたくさんあるんですけど、有名な哲学者が書いたその人自身の本を一冊何か勧めてって言われたら、僕はこのベルクソンの笑いという本を勧めるかなと思います。面白いね。哲学のお作法みたいなのをかなりの具体例で学べるっていう、だからしかもこのやり方が頭に入ってれば他のジャンルにも多分応用が効くんだよね。あ、そうそうそう、うん、だからベルクソンという哲学者の頭の使い方、うんうんうん、物事の見方みたいなのが笑いっていう事例でこう明らかになる。すごいね。これ読むだけでも、そうそうそう、今起こってる事象も分析できるし、しかも他のテーマでも多分同じ方法が使えるしっていう、すごくだから構造的によくできたもん。だからやっぱベルクソンっていう哲学者を研究する人も最初にベルクソンに慣れ親しむための本としてこれを読んだりとかないよ。うわー、いいね、はい、ありがとうございます。ちょっとやっぱりその読書というのはどこまで言っても手段ではあるんですけど、その手段の先に本当にいろいろなものが待ってるわけですよね。となるといい体験を積み重ねれば積み重ねるほど読書という手段を選ぶことはすごく増えてくると思います。もちろんいろいろなエンターテインメントが今ある中で読書というのは一個の例に過ぎないんだけれども、でも読書でしか得られないものってのは今示してきたようにたくさんあるし、でしかもまあ読んでうまくいかないという経験もまた自分の読書力を高めてくれるものだと思いますので、ぜひあの構えずに読書かーと思わずにですね、今日紹介した本もそぞろに読んでいただけると嬉しいなと思います。さて、あっという間にお時間でございます。もしね、あのまだまだ話足りないよという場合は、話足りなさそうだったり、まあ間違いない、はい、まあ、続編があったらまた語ってください。好きになっちゃう雑誌でやってくんねえから、はい、エッセイが好きになっちゃうよ。あ、もうそれでもいい。小説が、ね、うん、SF とかさ、あ、SF とかもできそう。俺は参加しないけどできそうだね。狭いな。はい、ということでありがとうございました。面白かったという方はチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。さよなら。チャンネル登録よろしく。さよなら。